航空機の神風特攻攻撃は有名ですが、戦車による神風攻撃はないかなと思って調べてみました。これは特攻隊慰霊憲章会の開放、平成3年7月の第13号に書かれた話です。第二次世界大戦末期の日本軍は大規模ではありませんが、戦車による対戦車特攻を行っていました。1945年4月、フィリピンのルソン島の戦いの際に、マレーの虎で知られる山下智之大将が、とある命令を出します。それは、アメリカ戦車部隊の進行を阻止せよ、というものでした。命令を受けた戦車隊の桜井隆夫中尉は、アメリカ軍の主力戦車である M4 中戦車シャーマンと、日本軍戦車の戦力差を考慮、シャーマン戦車に普通にぶつかっては勝てないと考えて、体当たりでシャーマン戦車を撃退するため戦車特攻隊を編成することにします。桜井は2は歩かず順位補か11名に95式軽戦車、97式中戦車、各1両での特攻隊の編成を命じます。その2両の戦車には前方に爆薬をつけた長さ1メートルの棒を取り付けました。さながら騎馬兵が槍で突撃するようなものでした。また2両の戦車内に搭乗しきらなかった4名の戦車兵は1両に2名ずつ外側に乗るタンクで3頭することとなります。そしてその車外戦車兵もそれぞれ爆雷を抱え、手榴弾数発を腰から下げて敵へ突入する予定でした。こうして戦車特攻隊は司令官山下の見送りを受けた後、戦車を草木で偽装し、アメリカ軍戦車隊を待ち受けました。午前9時、曲がり角に差し掛かったアメリカ陸軍のシャーマン戦車に対して偽装していた2羽戦車隊が奇襲。不意の出現に慌てたアメリカ陸軍の戦闘戦車は操縦を誤り50メートルの崖下に転落します。さらに2羽戦車隊の2両がアメリカの後続車に突進。しかし相手のシャーマン戦車も砲撃を開始。砲撃は2羽が搭乗する95式軽戦車に命中し砲塔が吹き飛ばされます。ですがそれに構わず日本側の戦車隊はそのままシャーマン戦車に体当たりを敢行。さらにタンクで3頭していた戦車兵らも体当たり直前に戦車から飛び降ります。そして日本側の突入と同時にシャーマン戦車に体当たり攻撃を行いました。その後も生き残った日本の戦車兵は戦闘を続行、脱出しようとするアメリカ戦車兵に手榴弾を投げつけたり、軍刀を抜刀して突撃するなど、最後まで戦闘を続行しました。最終的に、2羽戦車隊の攻撃で、日米双方の戦車4両が爆発炎上。その残骸が、アメリカ軍戦車隊の進行路を妨害することとなります。この道路はもともと、とても狭かったため、戦車の残骸の除去は難航します。これにより、アメリカ陸軍は約1週間の足止めを受けます。その間にフィリピンのバギオの日本司令部は、大量の傷病兵や軍需物資などとともに、整然と撤退することができました。日本の交換戦士では、この時の2羽戦車隊を戦車の続きと称しています。